対戦よろしくお願いします。今回はマジックルームという変な技を使ったパーティーなんですけど、ちょっと待って、疲れてる。実はね、この直前にちょっと生放送した後の録画となっております。なんでそんなバテてんのって話なんですけどね、まあ理由がありまして、ついさっきシーズンが切り替わってない時に、あ、今季まだマスター行ってねえわみたいな、この後の生放送どうしよう、せや虫タイプだけでマスター行こうぜみたいなことをノリで言ったやつがいるらしいんですけど、その後8時間挑戦するも上がれず、そして今の録画につながっております。なので、現在8時間20分ぐらいです。ポケモンずっとやってますなんか、うん、パーティーになんか強そうなポケモンがいるんで安心感ありますね。よろしくお願いします。なんかお相手と一応対等なバトルしてんだなって、そして虫タイプってほんときついんだなって、少なくとも1日のノリでどうにかなるタイプではなかった。まあその辺たっぷり8時間アーカイブあるのでよろしくお願いします。嫌じゃって言われそう、見ろそう言うなよ、そう言うなよ。さてさて、ではではサイコメーカーによって特殊なフィールドを展開するぜ。リベルタル君、特防上昇、特に意味はねえかな。威嚇が入った。しかしこちらは物理技はそんなにお持ちでないので問題なし。ではでは、マジックルームのその世界をじっくり味わっていただきましょう。ジェットしてもいいんだがね、ジェットしておくか。厄介そうなのは君だね。ザシアンに対して結構強く出てくるからな、押し置きしてあげよう。 S で上を取ることは結構大事。まずはそこから試合を盛り上げていきましょう。ダイマックス参ります。じゃあ先にね、マジックルームの効果を説明しますと、道具が無効になってしまうフィールドを展開するものです。つまりこちらのイベルタルはすでにサイコシーンを使った後なので、なんもデメリットないんだよね。しかしお相手はタスキだとか弾だとか威力を上げるアイテムをお持ちでしょうが、突然だがそれ使用禁止な。おお、飛び上がった、うまくすかされたね。まあいいでしょう、だったらギャラを狙うまでよ。おお、ひどいことするね、涙が出てしまうよ。ちなみに、カブテデフのスカーフも無効になったので技は自由に選べるぞ。今度はギャラや、で今度お前が飛び出したりしてな行くぜドラッ、上り一気に攻め立ててくるね。おい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 、きついじゃねえの。また空飛んでくるか。とりあえずジェットをギャラに叩き込みまくる。これイベルタル君何もできずにご退場あるな。せっかく能力上げてんのに物理で攻められて終了とか何のメリットにもなってないじゃないか。一生飛んでろ。となるとまたダイジェットは不発に終わってしまう。何もできなかったね結果的に。イベルタル君しょぼーん。これ狙われるよな次も。よしよしじゃないが全然よしじゃないが、まあよし。お相手が次どう出てくるかだよね。マン、お前か。特防は上がっている、そして道具は無効になっている。さあどう来るのかな。ここはサイドチェンジして守りますか。でスウィングしてもいいけど、ここはバークアウトでライボルトを機能停止させましょうか。おお、ダイマ切ってきた。ってことは逆に攻めてきてるかな。サイドチェンジが有効に作用しそう。
まあそいつには巨人山が今一つだからな、ちょっとやりづらくはあるな。ですが一発すかしちまえばこっちのもんだぜ。入れ替え、さっ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 、飛び跳ね、構わんよ。またまひったつらいな。ナイスサンダー、グッバイ、撤収ムーブ。さーてここからだよね。テレフさんは十分仕事をしてくれました。これはもう何やってもダメなやつではかなり辛いよこれ。とりあえず威嚇入れるわ。ですがこの展開はあまりにも辛い。何やっても負けてたんじゃないかっていうぐらい辛い。せめて不意打っておくか。このまま落ちるぐらいだったら一矢報いたいね。猫魂でとにかくエースバーンの動きは止める。止めてみせる。行くぜでいえ。そして不意打って、やっと殴れたよ一発。サンドゥ落ちますわな。さすがにエレキフィールド込みの一致火力は受け止められません。何しに来たんだろう。しかも道具の効果戻っちゃったよ。もうなんかごめんなさいね、うちのイベルタルがようやく普通のパーティーに帰ってきたと思ったのに結局成果なさすぎで。ワロリンヌこれどうしたもんかな。巨獣山打とうにも威力がな。まあ巨獣山でとりあえずあいつは潰しておくべきと見たね。バックアウト、ライボルト君の火力をズタズタにする。行くぜジャギン、ドドドボッカー。さあさあライボルト君をどうやってお料理するかですよ。ここからはダイバーン、それもあんのか。いやほんとバックアウト当ててたらな。ほんと全体的につらいな。イエーイ、まあまあ入ってる。 特攻低下、間違えてたね、特攻だね。多分イベルタルでしょう。あれお前誰だ。誰だおめえ。なんかここに来てよくわかんないやつ出てきたな、やだな。技構成的にかなりしんどいですね。巨獣山と噛み砕くだとわずかに噛み砕くの方が威力が高い。この技切ってんだよな今回。鬼びれとこう。とりあえずここでライボルトは落としておきたい。ほう、いくぜ。さすがっす。これいけんじゃねえの、これいけんじゃねえの。鬼火ガエン君炎技ないけど向こう近年切ってきたのか。なんか知らんけどクソみたいな、なんかマジックルームもクソもない試合で申し訳ないとか思いつつ、なんか勝ちそうで草ですよ。実感ねえな。まあトゲでやられちまうんですけど勝てー。傷ついちゃったぜ。鬼火、うおーイエー。何持ってんだろうなこいつ。宿り木とかあんのかな。やっぱジャイロガエンはそんなに速くない、効かないね。さあアイテムの正体沸かしてくれ。わからない、ゴツメかな。いやゴツメじゃないよな、トゲだったよな。もうさっきのこと見てない、もう今の状況ちょっと画面を見ることも放棄してしまうほど。バックアウトで攻めていきます。いやー泥。宿り気ありませんように。イエーイ、まあまあ入ってるの偉い。急所かよ。でもこれで宿り気飛んできたら絶望感すごいな。あるわそらあるわな。
しかも守るまであるんだぞ。削り切れるか。回復量は、あー負け。いやでもこれ本当イベルタル麻痺ってなかったらな。チキショー対戦ありがとうございました。次対戦よろしくお願いします。お相手もまた道具を踏み倒すポケモンがいますね。いかがなもんかと。ではイベルタル君とガエンとあとザシアンかな。ここはこれでいきましょう。よろしくお願いします。まあ道具を使えなくなるっていうのは戦術の中心が使えなくなるというか、本来想定してるラインがずれたり非常にやりづらくなるはずだと思って組んだんですけど、そんなに強くねえな。お気づきになられましたかって感じなんかな。まあダブルバトルにしてもかなりマイナーでしてね、シングルでもできんくはないんですよ。タスキを潰すとかの意味ではもしかしたらですけど、いや素直にステロ投げろって言われそうだしな。キストゲ、そしてバードレックス、あいつはこの指とかすんでしょうね。ではではジンバ一体木の実が食えなくなるって、これもある意味限定的なマジックルームと言える。ではでは尋常に勝負サイコシー。これうっかり攻め込んじまうと、不意打ちとか選ぶと投撃数に吸われるからな。なのでここはマジックルール、間違いなくビット飛んできますからね。でバークアウト、いっそうバドレックスで無双する感じのような手助けしてくる可能性もあるが、おおマジかよ。クイックボールということはこれキスか。まさか攻めてくるとはね。ダブルゴリラは予想できなかったぜ。まあトゲキッスも特殊でしょうから、そう簡単には落とせねえぜ。マジックルーム。ではでは道具の効果は無効な。もう俺は使っちまったから知ったこっちゃねえけどな。アストラルベイト、やっ、さすがの超火力震えるね。イナナキーで、ジェットで一気に火力上げてくる感じだろうな、これな。おらいいね。さあ、トゲキスの特攻も下がり、バドレックスの特攻も下がる。フェアリーですが、効かないね。耐えますとも、キスの一致火力を。さあ、フィールドが上書きされた。マジックルームの効果は適用中ですね。つまりお相手のキッスは何を持ってんのか知らんが、保険にも加入できていない状態だぜ。そしてこの状況ではバドレックスをかばうことができない。だったらやることは一つ、つうか居住山で普通にトゲキッスバッコーンいくでこれ。不意打ち行きます。フィールド変えちまったからな、変えない方が良かったぜ。失礼。まあ自分からサイコシードのイベルタルなんていうのがあるから、向こうからしたらなんで不意打ちあんだよって感じでしょうね。ではでは居住山であんたにも退場だ。まとめていっちまいな。 OK 当然各一で、ここからお相手は巻き返す上ではアイテムが重要ですが、お相手だけはアイテムが使えない。ザシアン君は使えるがね。さあここからだぞ、まだ続くぞ対戦は。ザシアンがいるよな。おそらくイベルタルを狙ってくるか。水不当の剣では、まさかのワイルドボルト、そしてイベルタル君、一旦交代だ。お相手はもうダイマックスも切っちまった。なすすべはないぞ。
道具の効果は切れちまいますが、特防上昇なんでもうあってもなくても一緒ですからね。さあザシアン同士の対面、これどうなんだろうな、巻きあるよな、怖いよな。チュース。まあ威嚇入れとくぜ。水流連打に関してはモロ入るからな、これな。まあ一時退避ってことで。ワイルドー！オーケー！タスキを持っていたかもしれないが、マジックルームの下では、そのアイテムの効果は発動しない。よって、安全に落とすことができるわけですね。ジャキーン！こっちか。ですが、威嚇が入っているから、早々落ちんぜ。さあ、まだまだ続くぜ、こちらの攻めはよ。居住ザーン、そして、あなたは防ぎようがない、この技。猫魂。よっ！では、失礼。突撃！ジャギジャギーン！どら！対戦ありがとうございました。美しく決まりましたね。はい、まあお相手が何持ってたのか表示すらされないのがもどかしさ的にはあるんですが、非常にね、この邪魔するものを安定して封じ込めてるという感じは伝わったでしょうか。ウーラオスは助け率高いでしょうしね。うん、やったぜ。ちなみに持ってたのか。持ってたぜ。レッツマジックということで、今回の動画は以上で終わります。ありがとうございました。